はい、皆さんおはようございます、こんにちは、そしてこんばんは、アチェでございます。シルバーゴーストパート28ですね、やっていきたいと思います。シルバーゴーストはね、今年に入っては初めてだと思うんですけどもね、去年の私の記憶でよりもかなりダラダラなってきてるのかなというところですね。ですのでちょっとね、サクッと終わらしたいんですけどもね、まずですね、終わらせようと思ったらですね、文句をちょっと強くしないといけないんですよね。まだね、レベル的にこんな状態なんでね、文句はね、ライフがね、マジックパワーのね、意味になるんでね、ライフが低いとね、魔法唱えられませんしね、魔法唱えすぎちゃったらライフが少なくなっちゃうんでね、殴られて死んじゃうような感じになっちゃうんですよね。ということもあってね、しばらくはね、この文句をですね、ガスガス育てていかないといけないんで、そういう感じでやっていきたいと思いますね。ただまあなかなかね、最近も寒いですね、もう本当にね、寒すぎてですね、もう私ね、自転車通勤なんですけどもね、今見たらね、夕方なんですけどもね、雨降ってきてましてね、もうね、なんかね、かなり気分が憂鬱になっちゃいますね。という感じで、まあ、文句の方をですね、ね、育っていかないといけないんですけどもね、文句って基本的にですね、間接攻撃なんですよ。前にも言ったと思うんですけどもね、間接攻撃のね、種族はね、なかなか成長遅いです。アーチャーもそうですけどもね、このゲーム基本ね、殴り合って育つっていうゲームのようなシステムらしいんでね、みたいなんでね、だから関節でね、敵倒してもね、経験値入れないみたいなんですよね。だからどれだけ殴らせるかっていうところがね、どれだけ近接にさせるかっていうのがね、ポイントなんですけどもね、あまり無茶するとね、死んじゃいますね、これね。すでに今一人はぐれちゃってるような気がね、するんですけどもね。はい、次見て、よいしょ、あ、間違えた、こっちかな、あ、戻ってきたかな、あれまた引っかかってったかな、もうね、これね、引っかかり出すと止まらないんですよね。あ、こっちか、あ、こっちか、あ、またあっち行っちゃった。もうね、しばらくはね、あら、しばらくはね、ちょっと文句育てる旅になっちゃうのかなというような感じがね、せんでもないんですけどもね、なかなかね、文句はね、成長しないんです。アラドで邪魔してますしね、ちょっとね、なかなかね、このゲーム統率取るのが大変なんでね、また一人はぐれてるでしょ、あそこでね、もう嫌になっちゃうんですけどもね、まあそれはね、ちょっとさておきましてね、あ、二人もはぐれてたのか、これで一人一人ね、誘導してあげないといけないんで、あ、飛ばしちゃった。このね、誘導してる間にね、あ、敵いるな、攻められでもしたらね、ちょっとえらいことになるんですよね。あっちが死んじゃいますからね。はくて、このゲームね、団体戦なんですけどもね、旗色が悪くなったらね、ほとんど出ていいと思うんで、誰か死にますね。もう2、3人ぐらい死んだらね、全滅の危機ですよね。もう、やられる時のやられ方がすごいんでね。ちょっとうち一人ね、ソルジャーがいるんですけどもね、もう正直ね、何遍もやり直してるんですよね、全滅しちゃってね、最近ね、確か。もう、かなりね、シナリオに矛盾が出てるかもしれません。シナリオというか、録画にね、録画一本通らないよってね、一本筋通らないよってなってるかもしれないんですけどもね、もうそれはね、お許してくださいね。ちょっとね、この山ね、敵強いんですけどもね、思ったよりサクサクね、やっつけてくれてますよね。よいしょ。ああ、ヒットポイントが回復悪いな。どうしようかな。ちょっとソルジャーがね、2番目のね、ソルジャーなんでね、ヒットポイントの回復遅いんですよね。能力がほとんど悪いんでね。ちょっとね、ですんで、
開封とかにも時間かかっちゃうんですけどもね。一人一匹一匹やつけていくのがベストなのかなと。なんか、ああ、でも今回は全然大丈夫そうだな。いい感じ、いい感じね。いい感じで来てますね。早くね、文句をレベル15にしたいですよね。しないとですね。解けないです、正直ね。文句がいないと解けないですね、このゲーム。だから、文句が全滅しちゃうとね、正直積むんですよね、このゲームね。まあ、この頃だったらね、積むって分かってもね、ああ、積むって分かってもじゃないわ。積む条件でも積むとかどうかっていうのは分からないっていうのがね、まあ、88のゲームね、いいところではないと思うんですけどね。当たり前の仕様ですね。さあ、もうここからの敵は正直ね、骸骨かな、骸骨以外は大したことないんでね、どんどん、ロザラム、ダーリントンに行った方がいいかな。もうね、シルバーゴーストがね、レベルじゃないわ、パート20、あ、今回8か、8まで来るとは思わなかったですね、正直ね。おかげでね、もうね、あの動画のアップ数がね、300ぐらいになってますね、私の方はね。まあ、15分刻みでやってるんでね、基本がね、そこまでいっちゃったのかなという感じですけどもね。これでもあの接近にしないんでね、接近しないとね、成長しないんですよね、思ったことにね。なんかね、飛び道具禁止みたいなね、コマンドがあればいいんですけどもね。あら、来ないぞ。あ、こんなところでしょ、ちょっとか。よいしょ。はい、この分じゃ、パーあと40ぐらいいくなぁ、きっと。イースとかと匹敵するなぁ。いやー、でも途中でね、もうね、編集ね、しちゃおうかと思うんですけどね、編集というかね、しばらくね、録画しないでね、育ってからね、出してこようかなみたいな感じでも思いますけどもね。これ全員揃ってるのかな、全員揃ってると思い込みましょう。ありゃ、遺跡の方来ちゃった。あ、間違えたか。あ、間違えたんだな。ロザラムに行かんとダメやったんだな、多分。遺跡の方行っちゃったな。遺跡ね、敵いるんですよね。ワンダリングみたいな団体がいるんでね。これどうした方がいいかな。出てくるよな、絶対。ああ、整列が乱れちゃった。隊列が乱れちゃったね。整列は乱れたらおかしいですよね。整列してるんですからね。これ出てくるよな、絶対出てくるな。一回ここで隊列整えて、でここで固定。あ、でももうここでちょっと稼ごうか。ワンダリングプラス敵部隊がいるはずなんですよね、多分。骸骨ぐらいがね。ちょっと私一人でおとりになっていきましょうかね。この辺ぐらいで出ても不思議じゃないんですけどね。嫌だなぁ。ここなんかなかったかな、ないか。おお、まあ、ギャラハッドやから負けることはないと思うんですけどね。あら、決まっちゃった。いや、まあいいや。この辺で出そうな予感が。来るかな？あ、来た。よし。はい。はい。ちょっとこの辺でね、やっつけてもらいましょうかね。ね、あの弓矢と違って魔法って壁を突き抜けるんですよね。弓矢突き抜けないんですけどもね、そこがね、魔法はいいところなんですよね。
文句の強いところでしょうかね。よいしょよいしょ、でおとりとして、経験値が、はい、ギャラハットはね、まあ、レベルマックスなんでね、ちょっとね、あんまり無駄な摂取しちゃうとね、仲間に経験値が入らないんですよね。どうだろう、これ出てくるよね、出てくるのでね、ちょっと一人でね、突っ込んでる方がいいのかなと思うんですけどもね。出てこないか、大丈夫ですね。舞台出てこなさそうですね。ちょっとみんなにね、配分というかね、殴ってやってくださいと。これでとりあえずは OK ですね。みんな来た。私散々ねセーブしなかったんでね、ちょっとねセーブしちゃいましょう。真ん中でセーブしなくて、散々ねあのねドツボにはまってきたんでね、今どこかな、あれ、あ、ここか、あ、ここですね。散々ねドツボにはまってきたんで、ちょっとセーブしときますね。あ、いや、もういい。よし。今、橋なんでね、遺跡でしょ。遺跡がって、あ、違うわ。一遍降りないとダメか。降りて抜けていかないとダメですね、これね。うん。サリー草原に戻ってですね。ここもねちょっと引っかかりやすいんでね、こういう感じでいきますけどもね、はい、あら一人足らねえよね、あ、来た、これね私もちょっとね自分のね動画ね見てみたんですけどね、結構このシルバーゴーさんがブロック単位のスクロールかなり見づらいですね。目が痛くなる人も多いと思いますね。正直ね、まあ、多分慣れてない人は辛いでしょうね。もう私なんかね昔からこのゲーム好きだったんでね、もう慣れてしまってるんですけどもね、全然目がへっちゃら状態なんですけどもね。ソルジャーの方がレベル上がるかもわからんね。これね。問題ないかな。ちゃんと揃ってるかも確認しないとはぐれちゃいますんでね。あ、そろそろ時間もいいな。来たかな。あ、集まってるな。でここからドーバー海岸に行ってですね、ちょっとうろちょろレベル上げにかかります。でもね、あ、そっか、サメ相手にレベル稼いでもいいのかな。あ、多分そうですね、サメ相手で稼ぎましょうかね。ちょっとね、あ、逃げられたかな、あ、逃げられてない、あ、逃げられたね。あ、でもあれか、上がってきたね。もうね早くレベル上げないとね、もう私自身もね辛いんでね、なんとかしたいですよね。お、いや、殴っちゃうと倒しちゃう、うん、
って近接、うん、近接行って近接、近接行ってね、あー関節でやっちゃダメダメ、どうしよっかな、倒せるかな、あ倒しちゃったな、そうそう近接近接ね、はい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 、キャンプできないですね。でちょっとここでね、隊列整えて、ちょっとねマシですね。じゃあね、あのこの辺で、お時間来ましたのでね、ああ行っちゃった、ねシルバーゴーストのですねパート28なんですけど、ああ終わんねえな、28をね、この辺で、終わっておきたいと思います、どうもありがとうございました、ハチでございました、おしまいね。